アブリドクロマニアブリドゥラ・マドレーヌ・ベゼール渓谷の戦士的景観と装飾洞窟群は1979年にユネスコの世界遺産に登録されたフランスの文化遺産物件の名称。ベゼール渓谷に点在する戦士時代遺跡群のうちユネスコによって選定された重要性の高い物件の総称である。鮮やかな洞窟壁画で有名なラスコー洞窟や クロマニョン人の骨が発見されたアブリトゥクロマに、ネアンデルタール人が担ったムスティエ文化のアブリリュ、ムスティエなどが含まれる。ユネスコ世界遺産の登録にあたっては、多くの考古学的景観や旧石器時代の洞窟絵画研究所を最も重要なものの中でも、主に装飾洞窟に絞られた。世界遺産の登録の際には、147の旧石器時代の地層、 25の装飾洞窟。この一帯で発見されたおよそ10万点に及ぶ石器や骨格器などに言及されている。ただし、実際に登録されたのは以下に掲げるものだけである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。